はい、それでは、はい、リスの子分、はい、視聴者プレゼント抽選会やります。やったやった、ブスのコブは10名様に視聴者プレゼントさせてくださいということで、何本集まったんですか？およそ300ぐらいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうこうやってね、美味しくなあれ僕らからしたやつなんで、いつもよりももしかしたらさらに、まあ一緒ですよね、味はね。はい、あれ？いやなんかエンジン切れてませんか？ガソリン足りてます？めちゃくちゃエンジンが。ロケ終わり。ロケ終わりで、はい。今日はだからそのままの、はい、勢いで。そのつなぎということは。はい、天心君はどっかへとこありますかで、ね、はい、行ってまいりましたけど。全然エンジン一回も切ってないです。切ってないですよね。例えばシャ。それでは、はい、まあ、今回からですね、はい、ちょっとその抽選方法を、はい、まあ、今この時代でございますんで、はい、SDGs ともありますし、はい、極力、簡素化しようかなと思いまして、ありがとうございます、はい、まあ、デジタルを使ってですね、はい、やらせていただくわけですが、聞きました、はい、こちらにメールいただいた方のデータバーッと入っておりまして、はい、数字振らせていただいております、はい、で、このアプリを使って数字を抽選して、はい、バーンとこれもう聞いた。これ何ですかこれ？聞いたったんですよ。すみません。これあのアマ。これ僕のパソコン。僕のパソコン。あ、取ったらあかんやつ。これ。保護しとくやつ。保護しとくやつ。保護しなんで入ってくるんですか。普通に。僕のパソコンってもういい。でこれで、抽選番号を抽選して、はい、当選者こちらの番号の方ですで読み上げるというシステムに変えました。ありがとうございます。まあそっちの方が効率とかもいいんじゃないかということで、はい、はい、本当にもう人がいないということをですね、さらにいいようにとって、はい、ね、逆手にとってそういう弊害を乗り越えていこうということでございます。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。進歩しております我が番組、ありがとうございます。さあそれでは早速、これすぐ消えんねんなこれ。すいません、すいません。それ誰のですか？誰のですかこれは。 B のB です。B のそこは入ってきたね。なんで入んないんですか？え、僕のです、僕のですって。いや、はい、遅いな。はい、じゃあ早速それでは木村さん、はい、お願いいたします。じゃあ抽選スタートボタン押します。抽選スタート、はい、お、すげえ。158番。おめでとうございます。君は158番。僕が探します。158番です。158番。200、300弱っていうのはすごいですね。これはアナログなんですね。そうですね、ここはアナログですね。はい、はい、出てきました、こちら一関市のペンネームアトムの母さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。メッセージ読ませていただきます、はい、岩手のいろいろな事柄を初めて知ることが多いです。これからも掘り下げた話題を楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと初めてじゃないですか、しっかりメッセージ書いていただいて、はい、ありがたいことですね、はいはい、まずお一人目は、アトムの母さん。さあお二人目、どういう風に回ってるのか見たくないですか、視聴者の方々。でいきますよ、はい、スタートボタン押します。あ、消したんですか？いや消したんじゃないです、これ僕のじゃないんで、ね、使い方もよくわかる。スワイプ横かな。これ設定変えといてくださいよ。触らんかったら3分ぐらい持つやつに。A と一緒で携帯の付け方わかんない。ギリギリの人材でやってるな。いきます、スタート押します。お、241番。取りました、241番。はい、241番。おじいさんのパソコン教室みたいな。レレレレレレ、あ、だだだだ、行ったり来たりしますよ。すごいすごい。どうやって止めるの？タッチパネルとかじゃないですか？違うやつ。手垢がついただけやん。ああ、どうやんのこれ？こう検索で241みたいな。そっちの方が早いね。おじいさんに教えてもらってる。おじいさんが教えてくれる。これで合ってますか？あ、241。はいはい、こちら盛岡市のペンネーム美穂さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ブスのコブ2種8個入りください。岩手に住んで6年ですが、まだ食べたことないです。食べてみたい。
南部鉄器編すごく楽しかったです。知らないことだらけで勉強になりました。また見たいです。というありがとうございます。ありがとうございます。はい。さあ、どうぞ。聞いてはいいきます。はい。じゃあ3人目。おめでとうございます。268番です。後半の数字が多いな。さっきから200番台ですよね。確かに。そこをバックスペースを押していただいてですね、268と打ち込んでいただいてエンターですね。268はい、でエンターです。266は6はですね、木村さんいろんなところにいろんなところですね。はい、こちら盛岡市のペンネームクールミントさんです。おめでとうございます。気になっていたくじのメーカー、歴史を知れてためにもなりました。引き続き北海道上陸編も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。北海道上陸編はどうだったでしょうか ね、はい、非常にまたそこの感想も教えていただいたらと思います。はい、はい、それでは続きまして4人目の当選者の発表でございます。131番、おめでとうございます。はい、こちらの方は盛岡市のペンネームくらちゃん大好きさんです。おめでとうございます。すごい、皆さんメッセージをたくさん今回書いていただいております。ありがとうございます。アイヌ文化にとても興味があります。函館市北方民族資料館、すごく興味深かったです。今後の兵の情報にも期待しています。ありがとうございます。北方民族資料館行かれたことがあるってことですね。多分そういうことだったと思います。はい、番組で行きましたっけ。番組で行ってないです。行ってないですよね。はい、はい、そういうことだと思います。はい、ありがたいですね、そうやってね。なんかこう、もともと持ってた興味をこの番組でさらに深めていただくという、非常にいいことじゃないかなと思います。それでは行かせていただきます。5人目でございます。はい、244番。244、1桁台とかね。1桁台来ないですね、まだね。うん、まあでもこれアプリなんで、244、こちらの方ですね。北上市のペンネームハイボールさんです。おめでとうございます。ハイボールさん、おめでとうございます。毎週見てます。岩手県民ですが、楽しく岩手のことを学ばせていただいております。社長に田の畑の会で電話して出た通り10年続きますよ。結構僕それいろんな方に言われます。10年続くといいですね、続けましょうって言うんですね。はい、続ければいいですけどね。すごい体力的な問題とかね、いろいろありますから大丈夫です。そうなったらもうメンバー変えていきますから。チェンジチェンジで。そうですね、ヤングヤングでヤングに行きましょう。ヤング時期候補。ああ、時期候補はいますね、この辺ね。おじさん、おじさん、時期を、すぐ変わります。すぐ変わりますよ。狙われてますよ、ザオ。そんな奪い合うほどのザじゃないですよ。僕が言うのもなんですけども。さあ、続きましてですね、はい、はい、続きまして6人目の当選者の方の発表でございます。はい、それでは行きます。はい、お願いします。195番。はい、盛岡市のペンネームルミゾーさんです。おめでとうございます。ルミゾーさん、おめでとうございます。はい、メッセージはブスの昆布8個入りということでございます。続きまして7人目の方ですね。はい、265でございます。確かに一桁とか出ないですね。あ、花巻市の、ペンネーム赤桃さんです。おめでとうございます。アイヌ文化とオホーツク文化が大好きです。また新たなワードが出てまいりました。オホーツク文化、うん、調べてみましょう。北海道には弥生、鎌倉、安土、桃山、平安などなかったって知ってますか。はい、はい、ありがとうございます。では8人目。はい、8人目でございます。57番です。おめでとうございます。ようやく2桁でしたね。57ですね。はい、はい、盛岡市のペンネーム堀ちゃんさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。
毎回楽しみに拝見しています。木村さんが岩手の魅力に染まっていく姿に県民一人として嬉しく思います。いつか盛岡市都南地区界隈にも取材にいらしてください。米どころあって和馬関の歴史や坂の上の田村麻呂の伝説、遺跡などお散歩スポット満載です。お散歩スポットいいですね。歴史がね詰まっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて9人目の、当選者の方、273番、大事決に近い盛岡市のペンネーム NY さんです。おめでとうございます。メッセージはブスの子ということでございます。はい、ございます。さあ最後、最後でございます。10人目の方でこちらでございます。201番、盛岡市のトトロのメイさんです。おめでとうございます。はい、メッセージ最後らしいですね、ブスのコブですございますありがとうございます。さあという10名の方に、はい、当選いたしまして、新システムがとても機能いたしまして、はい、気持ちよくやりました、はい、ではまた引き続き番組の方をご覧いただきたいと思います。